ビ<ズ>週間グラフで見る新型コロナ、まずは地域別の感染者を曜日の影響を受けない7日間平均で見てみます7月には第7波に入ったことが明確になり第1週には東京で5000人その翌週には1万人と倍増していきました今は若干ペースは落ちていますが増加は続いていて1日平均2万人が迫っています。 次に地域の感染状況の深刻さがわかる一週間ごとの人口10万人あたりの新規感染者を見てみます人口10万人あたりでは沖縄が飛び抜けて深刻な状況がずっと続いていますその他は島根や熊本、佐賀など人口が少ない地域が上位に来ていたのですがここに来て大阪と東京が人口比でも上がってきていて 都市部での感染状況が悪化してきているのが分かります。